はい、どうも皆さん、こんにちは、ワットンでございます。というわけで、ヤッピー、元ユッピー、最高続き、遊んでいきたいと思います。というわけで、前回はね、無事、シントラのアンドロイド、直したんですけども、まあね、仲間救出とかいろいろ目指したんだけどね、ケイトだけ見つかんないから、ちょっと、一回諦めて先進みます。というわけで、ドモリに会いに行く準備はいい？ OK！ 準備はできたよ、行こう。行きましょう。ああ、もうこっから行くんだ。あ、こっちよ、ついてきて。会社員もうめっちゃ止まってるわ。新鮮だな、あんだけ動き回っていた社員たちが止まるって。魔女は2階にいるの？そうですね。私の家がある。というか、あった場所よ。行きましょうか。ここではもう、おお、カリフ、カリフ、プロテトレゾン、メンっつって、もう4回じゃね、3回連続立つよね。なんでここにいたか？剥がすのか。あ、まあ、それでいいんだ。よいしょ。あ、行きましょうって感じか。ああ、変わんないね、風景は。こんなとこに住んでたの？うん、そうだけど。少し変わっちゃったみたいね。ああ、いるのかね、どもりは。どうしたの？わからない。何が？ブライアン、ここで待ってて。まずは、ドモリと二人だけで話したいの。めっちゃ噛んだぜ。わかった、待ってるよ。一人にしないでほしいんだけどな。さて、どうなる？シントラ一家の写真が数枚あるが、すべて焼かれていて焦げた匂いがする。うん。厳重に閉ざされてる。ここからは通れない。どれだけ待てばいいんだろう。ん？てん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 。ここをさっき通ったはずなんだけど、今は壁しかない。ああ。魔女の声したね、今。一体どれだけ待てばいいんだ、これ。かれこれ1分弱待ってみたけども、何の音沙汰もない。言っていいのかな、これ。ええー、待っとくべき？まあ、言っていいか。失敗したらまたやり直せばいいし。レイ？いない？いないか。大きな焚き火の跡だ。ここに前はあったんだよね。部屋と同じように壁も焼かれてると。レイいないな。この部屋でなんかしないといけない？お！ヘビのシンボルだ。魔女の髪の模様と同じだ。お、行けた。ここは、来たね、エンディングで。悪魔ブライアンが魔女の髪ゲット。ああ、まあ、まだいいや。あ、そういえば水中呼吸あるやん、俺。これ、このためにいるの。マジで。ここで道は終わっている。レイはどこだろう？それとも、水の中に入ろうか。泳ぐのは、大嫌いだけど、ないよね、道だって。ないもんね。行く気はないか。行ってみよう。膝まで浸かるくらいのとこまで行って、ざっと見るだけにしよう。ああ。おお。戻れない。前に進まなきゃ。戻れねえのか。ああ。あ、電池2個。なんでだ。空っぽだ。パイプから泡が出てる。水中補給の気があるから、空気はいらない。あ、ここで、本来なかったら、あの泡で回復しなきゃいけないんだ。鉛筆2。鉛筆が2本で、鉛筆2。上か下か。入ってみようか、先に。めっちゃ紙あるけど。うわー。そうだ。とりあえず左。空っぽ。これ水中呼吸取ってなかったらめんどくさかったな。あ、こっち行き止まりか。主人公、水が嫌いな割には、まあ、泳げてる方だよね。トラウマ克服したんかな。危ねえ。なんだあれ。こっち正解っぽいな。上行ってみようか。上は？一瞬これ操作かと思ったわ。チョコレートバー。で、行けないと。オッケー。じゃあ下が正規ね。やっぱ全部見たいもんね。んで、ラッキーンって出てきて、まあ、本来だったらここで呼吸すると。またか、さっき下が正解だったから上が正解だと思うんだよね。地雷あったし今。じゃあ下行ってみよう。よくわからん、イソギンチャク抜けて。あぶね。どっちだこれ。ここで、ちょっと待ってよ。なんか水の中だと感性働くのよ、若干。オッケー。
一周回ってきたな。広いな。エンディングだとなんかもうさらっとすぐ上がったからさ、出口まで。乗っ取られた主人公っていうのかね。仮面の主人公が。この水の中の道中見んかったけど、ここまで辛いんだ。てか、あの時エンディングでケイとようついてこたな、あれ。ああ、面白いものはない。よし。OK。チョコレートバーで、ここはいけないと。OK、OK。道覚えるのも大変だな、これ。これ、死んだ場合、巻き戻るのもめんどくさいな。上、出して、回復薬。初めて見た。体力全回復。こんなあるんだね。で、こっち行ってなかったね。鉛筆。で、お、ビデオクラブミステリオン、ママとパパというビデオテープだ。結構ゲットしたね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。10本って言ってた気がする。いや、そんなこと言ってないか。本数言わないって言ったもんね。俺は勝手に10って思っただけか、今。あと何個あるんだろう。まあ、そんなに多くないから、もうあと少しだと思うんだけどね。さて、ここまで戻ってきた。で、一回これは、どっちも同時に出させたいんだよな。同時に出すとかできないのかな。交互なんだね。こうして、OK。あ、あの、イソギンチェク自体に当たり判定ないんだ。これで。来なければよかった。ここは果てしない迷宮だ。レイはきっと大丈夫だし、水の中に飛び込むなんてバカだった。今、できることは向きを変えてきた道を戻ること。ライアン。ゲイト？ゲイトだよね。ゲイトの声が聞こえた気がする。周りを調べるまで行くといけない。ゲイトに乗っ取った？もしかして。女性の体乗っ取るって言ったもんね。ヘビー。もうなんか、ヘビは魔女の姿っぽいんだよな。さて、どうなる？行ってよ！おぉ！ 4 階？なんか頭に包帯巻いてる。ここはどこ？オフィス？そんな、頭が痛い。なぜ包帯が？え？チョコレートバー。何するんだこれ。魔女の髪。バーには髪が必要だ。髪あるよ。セーブしたいな。白紙だ。え？白紙だ。セーブできねえのか。え？コーヒー。こんなところで。何すんのこれ。4?5 桁の暗証番号っぽかったけど、1234ってばっかりだよね。一応使ってみる。あ、パン？やべ、ヘビ。どこ噛まれた？は？そんな関係あんの？鼻とかかな。鼻呼吸せんしな。息を長い間止められなくなる。はあ。あ、別に関係ねえな。俺無限呼吸だし。隠し。おっと。やばい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 。うぎゃー、またかよ。次じゃあ、耳？あ、聞こえなくなった。やべ、BGM 消えた。本当に五感奪われている。どうすればいいんだ。に？にって言われてもな。いって。ほんにゃろ。ほんにゃろ。オッケー。なんか BGM は寂しいな。2、3、ん？でもこれわかんねえんだよな。7桁だもんな。あ、ベルベルベルか、これ。2、ベルベル4。4桁かな。あと1個ぐらいありそうだよね。片っ端から調べてるけど。これか？パンか。上にもあるな。エアダクト、素手では開けられない。ドライバー？ドライバー回そうとも聞こえない。覗いてもなんもねえと。めっちゃあるやん。絶対この中の一個またヘビでしょ。8。え？一応全部見てみる。やべ、ヘビだ。あー、やべやべやべ。逃げ切れるか、これ。あー、逃げ切れた。いけるんだね。待って、ちょっと待ってよ。なんでこの順番？ 8、2、3、ベルベル4とか。あ、エレベーターは開くんだ。お。悪魔、こっちからは出られないよ、ブライアン。彼女は、この壁のすぐ反対側にいる。僕だったら、できるだけ早くエレベーター降りるね。もう逃げるなよ、ハンターだろ。あの、逃げ足の速い、白い寄生虫を5匹探すんだ。この寄生虫たちが会社を感染させているんだ。嘘だな、絶対。待ってよ。8、2、ベルベル4って言ってみるか、じゃあ。8、2、1、2、3、4。ダメか。あともう一個ぐらいいんのか、じゃあ。このコピー機か、もしかして。えい。
隠しか。あ、ボタンないってさ。これか。ボタン。え？動いてない。もう一つの増し切りが道を塞いでいる。やべ。やべ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 。頼む、逃がして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 。ごえ。口とかかな。目だったら目見えんくなるのかな。目にしてみる。前照らせない。あー、なるほどね。真っ暗っていうわけではないんだね。じゃあ、このスイッチをたどって、ここを押して、動いた。あと2回やられたらおしまいか。制限時間とかあんのかな、もしかして。やば、やばい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 。あった。よし、6。多分これでいいんじゃね？ヘビ5個釣ってるから多分5枚の紙でいいんでしょう。もうわからんけどね、6枚必要かもしれんし。6、8、2、ベル4。6、8、2、ベル、ベル、ベル、4。違うんだ。あ、この通りしろってことか。なんか、パッと見紙だとこれ4桁で見えるけど、そういうことね。待ってよ、じゃあ、ベル、ベル、ベル、2、4、6、8だ。ベル、ベル、ベル、2、4、6、8。いった、音聞こえねえ。やり直して、これ。はーい、魔女。これが魔女。え？プラスチックナイフ？へいや、へいや、へいや。私は誰？お前は、ヘイトだ。正解。本当だったら声音聞こえるんだろうな。ブライアン？ブライアン。お、効果音戻った。よかった。今のケイト救ったんかな、俺。うえ。大丈夫？出口の近くにいたわ。酸素が足りなくなっちゃった？いや、わからない。あ、体が急に動かなくなった。うまく説明できないけど、悪夢に囚われたような感覚だった。あれはおそらく、落ち着いて。私はあなたのことを誰よりも理解してるわ、ブライアン。もう大丈夫よ。ありがとう。ん？お、女の子が、え？レイか。お、あれはどういうこと？レイだね。前回なんかあの下の穴みたいなとこ行けなかったんだよね。あれ、穴かわからんけどさ。どうして私の体があんなところに？前回はあれをアサミナイフで砕いた。あれ、君なの？ありえないわ。記憶では、両親と一緒にお墓に埋葬されているはず。まあ、私、お墓見たけどいなかったよね。ちょっと待って、それは違う。え？僕、墓場にいたんだけど、君のお墓は空だったんだ。クックックじゃなく、スク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 って笑うんだね。ああ。あれは、ダタの君の体でもない。ここ多分ただのっていう日本語訳の間違いだね。誤植か。中にどもりが入っている。この声は魔女でいいの？でだね、蛇の舌みたいな。いまいましい怪物！あなたが裏で全て糸を引いていたので、こちらこそ、あえて嬉しいよ。あれ？じゃあどもりの中にいるやつと、じゃあどもりと魔女って別物？どもりの体を魔女が操った感じ？感謝するブライアン。君がいなかったら、この再会はなかっただろう。ふざけたこと言ってないで。ドモリを返して。ドモリは、あなたのものじゃない。お前がそんなこと言うなんて、おかしいね。なんかこの口調だとさ、あの、ムービーでさ、ドモリ撃ったおばあちゃんいたけどさ、あいつみたいよね。あの悪い顔の。お前は、動物のように彼女を飼った人間たちと同じだろう。私は、彼女と何千年もずっと一緒にいた。私は彼女のたった一人の友だ。なんかあのおばあちゃん、でもあれただの売ってる人かな、わかんねえな。友？笑わせないで。あなたはただの装飾品よ。何の価値もない安物のね。ドモリと私は姉妹なの。わかる？姉妹なの。クッ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 ク、姉妹なのだと。まるで子供だね。隠れてないで。どうしてドモリが私の体にいるの？隠れてないで。どうしてドモリが私の体にいるのか説明して。あれからとても長い年月が経った。
覚えていない。あれからこの場所は大きく変わった。おお、やっぱヘビだ。でっか、白ヘビ大蛇か。昔はなんか白いヘビの人はなんか神様って言ったけどね。はい、というわけでちょっと本日この辺で終わろうか。いいとこで終わるけどね。ああ、果たしてこの後どうなっていくのか、おそらくエンディングに行くんだと思うけどね。ああ、私も気になってます。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。